イスラエルとハマスの衝突開始後、初めてガザ地区に滞在していた外国人ら345人とパレスチナ人負傷者がエジプトへと退避しました。複数の日本人も含まれます。関係者によりますと、複数の日本人がガザ地区からラファ検問所を通ってエジプト側に退避したということです。またガザの検問所当局は1日に345人の外国籍保有者がエジプト側に退避したと発表しました。ガザ当局はこれまでに許可の出された500人余りのリストを公表していて、国連機関や NGO に所属する複数の日本人も含まれていました。2日も退避は続けられることが発表されています。また1日には空爆などで重傷を負ったパレスチナ人76人も人道的見地からエジプト側の病院に運ばれました。